タマさん、なんでタマさん鼻いじってんすか。黙って、許さないね。花屋なんで。OK です。おはようございます。おはようございます。ついに来ましたね。来ましたね。博多ポップアップ初日の今朝8時ですね。8時ですね。はい、ございます。昨日も3時まで設営してましたけど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日はじゃじゃん初マイクじゃないですか。そうなんです。私が初めてこのグラデマイクを持たせていただいてるんですけども、実は今日は都内店のスタッフさんがポップアップのヘルプで来ているので、スタッフをちょっと日本で購入していこうかなと思っています。はい、ちょっと出勤するまで待ちましょうか。じゃあ、そうですね。その前にじゃあ梅さんもコーデいいですか。はい、始まりました。じゃあ最初に梅さんのコーデから紹介したいと思います。はい、今日の私の私服コーデはお気に入りのオーバーライドブルコートです。かわいいです。初おろしなんですよ、実は。あ、そうなんですね。そうなんです。福岡で初おろししました。はい。でボトムは最近発売されたサテンパンツのネイビーを合わせて、で中がこれもうずっとお気に入りで着てるんですけど、こちらもクラネのネックスリットニットのブラックを合わせてきました。ちょっと中のインナーブラックでシューズと合わせて締めてきたのがポイントです。かわいいです、とっても。はい、そのチラッと見えてるバッグは、あ、こちらですか。はい、こちらはもう旅行のお供になっている、こちらも発売中ですね。発売中ですね。キャンパスバッグになります。はい、本当に今たくさん荷物が入ってます。もうなんか見るからに重そうです。パソコンとか、あの店頭で履くシューズが今入ってるので、すごいパンパンなんですけど、本当にめちゃくちゃ大容量なので、はい、こういった旅行とかね、いや絶対持っていくアイテムです。はい、コーディネートのポイントを一ついただいてもよろしいですか。はい、一つですか。一つでも二つでもいいですよ。さっきそうブラック、中はブラックで靴と合わせたっていうポイントと、あとやっぱりこの素材感、ウールの素材と、ちょっとボトムはこういうテロッとした感じで、あとデニムとかで合わせても可愛いなと思ったんですけど、ちょっと素材で変化をつけて重くなりすぎずっていうのが今回のポイントです。はい、では最後に今日のポップアップに対して一言いただけますでしょうか。はい、私はあの九州初開催ということで、南さんのコラボアイテムだったりとか、クラネの本当に人気の発売中のアイテムから今後発売の先行アイテムだったり、ずっと盛りだくさんご用意したので、福岡の皆さんにお会いできるのも楽しみだし、ぜひ喜んでいただければと思うので楽しみます。はい、では、はい、頑張りましょう。今日一日頑張りましょう。はい、ありがとうございました。はい、ではそろそろ店舗スタッフの子たちがやってくると思うので、ご紹介していきたいと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、伊勢丹店の山本さんです。はい、初登場ですね。びっくりしました。びっくりしてた。ずっと待ってました。今日はね、はい、見たことあるか。え、あります、これ。はい、抜き打ちチェックでーす。イエーイ。じゃあ早速ね、はい。はい。こちらのアウターとパンツがクラネで、このトップスがザラで、バッグがオレンジで、シューズがフカになります。はい、はい、じゃあ今日のコーディネートのポイントを、はい、今日のポイントは今発売中のこのサテンのパンツをあの買ったので着たかったので、ちょっとこう素材違いでニットを合わせて、であの今日から博多のポップアップだったので、あの歩きやすいスニーカーで来ました。なるほどですね。はい、いやジャケット懐かしいですね。あ、そうなんです。これ去年のクラネのもので、はい、おショート丈のお尻がこう隠れるんですけど、このパンツのバランスがすごく気に入ってます。メガネが族です。
とっても可愛いです、はいはい、では初の、九州のポップアップですが、はい、一言意気込みをいただいてもよろしいですか、はい、博多の九州のお客様と初めてお会いできるので一緒に可愛いくらいの洋服をコーディネートさせていただけたらと思います。はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、次は誰ですかね。おはようございます。この声は、この声はカメラです。ハムちゃんです。おはようございます。もう分かりますよね。もう慣れました。もう慣れました。もう何とも思わなかったですか。もうおなじみで暗黙の了解。暗黙の了解。有無を言わさず。じゃあお願いします。お願いします。はい、チェックです。アウターが今季発売の大人気だったアガラックのパーカーになります。めっちゃ似合います。ありがとうございます。展示会の時から絶対買うって決めてました。スカートがヴィンテージになりますね。でシアー感があるので中にあとザラのサテンのスカートを入れてます。おしゃれ。レイヤーしてるんだ。レイヤーしてるんですよ。はい。でブーツが今回の場合のあとブラックのラウンドブーツなんですけど、私は2色結局買いました。みんな2色買ってます。もうめちゃくちゃ使えます。サングラスはイグノというブランドのサングラスを使ってます。でバッグはヴィンテージの色でブーツとちょっと色を合わせた感じにしました。中に着てるインナーどこなんですか。クラネのハイゲージのリングリストを着ております。はい、では今日のコーデのポイントの紹介をお願いします。ポイントはアノラックをちょっとメインにさせたかったのでベージュでトーン合わせしたんですけど、合わすぎないようにちょっと本物のブーツとバッグの黒で締めてみました。いやもうスカートのレイヤーがおしゃれすぎて。あ、まじですか。ありがとうございます。さすがクラネのおしゃれパンチョ。いやいやいや、めっちゃ可愛いです。はい、はい、では最後に、はい、ポップアップの意気込みを一言。意気込み、はい、はい、博多で行うのが初めてなのでスタッフみんな緊張してるんですけど、皆さんにお会いできるのを楽しみに頑張ります。はい、フロアリーダー頑張ってください。頑張ります。はい、では今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。次は誰。おはようございます。おはようございます。ちょっとこちらへどうぞ。もう察してるな、みんな。もう察してるな。流れてきてくれます。うん、 あいつら撮ってんなぐらいな感じで。分かってた。分かってたんだ。分かってました。気づいてました。はい、わかりますね。はい、じゃあ抜き打ちチェックです。はい、お久しぶりですね。お久しぶりです。はい、では早速コーデの紹介を、ね、お願いします。今日私がコーディネートしてきたのは、クラネのハイゲージニットと、あと今季発売中のベアーニットのカーディガンと、あとセンタープレスのデニムとクラネのブーツと、あとコラボのラミナスで全身クラネで。全身クラネだね。はい、ベアかわいい。かわいいですよね。デニムは私も一緒に買いましたね、はい、クラネスタッフ結構皆さん持ってるめちゃくちゃ人気のアイテムになってるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。では最後に、はい、今日のポップアップの意気込みをお願いいたします。はい、福岡で初めてポップアップをするのと、あと田中みな実さんのコラボアイテムが入るので盛り上げていきたいと思います。はい、では今日も一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では最後、次は最後ですね。最後のスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。はい、ではちょっと呼んできてもらっていいですか。どこにいるんですか。呼んできます。はい、はい、おはようございます。おはようございます。気合入ってますね。まあいつも通りだから。はい、じゃあ今日の私服を紹介してもらっていいですか。こんな感じです。シテラシテラコース。あ、靴は覚えてないです。はい、今日のコーデのポイント、まあ、やっぱりセットアップでちょっと綺麗めに見せてるんですけど、実はすごい動きやすいっていう機能性もあるってことですか。機能性もある。はい、はい、あ、以上ですか。もう一回。あ、もういいから。今日はポップアップ初日ですが、意気込みはありますか。頑張るばい。ではでは最後に
カメラマンの畑越さんにもぜひコーデ紹介お願いしてもいいですか？はい、すみません。はい、紹介させていただきます。このカーディガンが、今季のシュタインというブランドのアイテムで、クラネでもシャギーが出てたと思うんですけど、まあ、それを見て欲しくなって買いました。めちゃくちゃ可愛いですよね、それ。可愛いです、ありがとうございます。はい、でインナーがロサンゼルスアパレルのロンティーで、ボトムがこれベーパンです。あ、そうだ。はい、畑越さんは結構クラネのボトムは買ってますよね。はい、リースのボトムはちょうどよく履いてます。で、靴がちょっとブランド忘れちゃったんですけど、なんか革靴ブランドと、なんか本当に旅とか作ってるようなブランドのなんかコラボで合わせています。いい、全体的にちょっとダークトーンな感じですね。いつもの感じですね。そう、今はね、結構真っ黒コーデが多いんですけど、なんかカーディガンはちょっと黒だと重くなりすぎるかなと思ったんですけど、ネイビーで。そうだ、それネイビーなんですもんね。普通のネイビーでなんか大人っぽく着れるかなと思って購入しました。これ私も欲しいのでぜひお下がり待ってますね。急にプレッシャー。しかし来年にはめっちゃ可愛いおしゃれです。ありがとうございます。はい、はい、では最後に、はい、畑越さんから博多ポップアップの意気込みをお願いします。はい、初上陸ということでいろんなお客様に会えるのも楽しみですし、クラネの世界観をねお伝えできたらいいかなと思っております。頑張ります。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。せーの、あー頑張りましょう。お願いします。畑さん、一言だけじゃ。楽しみます。はい、楽しみませましょう、皆さんを。え、え、噛んだ。そうでしょ。大丈夫なんで。まだまだ。今スカート見えるかな。かわいい、かわいい、かわいい。ありがとうございます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 。みなさん、ノベルティーもたくさんご購入いただいたようで、ぜひまた東京にも遊びに来てください。うまいです。はい、お待ちしてます。どうしよう。かわいいですね。めっちゃ似合ってる。いや、もうやめて。絶対って感じですよ。でも嬉しいですね。155万。ありがとうございました。